はい、よろしくお願いします。というところで、ESXi で学ぶイミュータブルインフラストラクチャーと、ちょっとなんか、アレなタイトルをつけてしまったんですが、まあ、そんなに硬いネタがあるわけでもなかったんで、ちょっとまあ、さっくりしたところで、まあ、トップバッターだろうというところも聞いていたんで、まあ、露払い的な感じでお話しさせていただければと思います。というところで、自己紹介というところで、改めて、入江と申します。お仕事は今、インターネットイニシアティブ、IIJ で、コンサルがメインのポジションになってまして、まあ、主にそのクラウドとか、あと、まあ、インフラ基盤系の刷新みたいなところを、じゃあどういうふうにやっていこうかとか、どういうロフトマップで進めていこうかとか、どういうサービス入れていけばいいみたいなところを、まあ、いろいろお話しさせて、なんかそういう道筋、ライブで行くようなお仕事をしていますというところで、まあ、あと VMAG の方、最近ちょっとあんまり部会っていうくくりでもないのかなという気がするんですけども、主にまあ仮想インフラ部会の方に、頻繁に顔を出させていただいて、喋ったりとか、そんなんやってましたと。で、あと VXWorld の方、去年から、いただいておりまして、まあ、今2年目。2年目ですね。はい。というところで、で、まあ、ここまではいつもの自己紹介で、で、VXWorld が語るって、なんか割とラフに語っていいみたいなところもあったんで、まあ、せっかくなんで、半分ぐらいはちょっと自分語りして、まあ、濁そうかなという、そんな話でございますと。で、まずお知らせなんですけども、実はなんか来週の水曜日に VMware の DevOps Meetup の方っていうのが、Zoom の方で開催予定です。で、ちょっとここで僕、セッション1個、挟んでおります。なんか周りがちょっとこう、Bitfusion とか、多分コンテナと続いてる中で、WebMKS というなかなかちょっと古いし、なんかそんなトレンドでもねえような、ちょっと小ネタを喋りたいなというところで、まあ、その話をちょっと挟む予定で。で、まあ、結構このネタ自体は昔からやりたいなと思ってたんですけども、今絶賛ネタ回収と、あとスライド作りをやっているような最中なので、この土日が勝負です。乞うご期待というところで、5時間あらば。はい。で、まあ、自分語りなんで、ちょっとまあ、どんな人物か、何やってたのみたいな話を少し語ろうと思います。で、もともとは、岡山生まれ。で、なんか家庭柄、割と子供の頃から、まあ、うちの父親がそういうちょっと電気屋さんみたいなことやってるんで、こういうデバイスに囲まれて結構育ってました。なんで、まあ、知ってる人は知っているんであろう、MSX とか、あとまあ、そうですね、PC98 みたいなものの、なんか5インチフロッピーがついてるようなもの、そんなものから結構触っていて、っていうような、そんな幼年期を過ごしております。まあ、高校時代ぐらいから、なんかまあ、いわゆるドスブイ機で、Win95 とか。で、大学も情報系行ったりもしたので、まあ、大学だと、FreeBSD とか、Debian とかをちょっといじったりとか。あとまあ、バイト、大学時代バイトやってる傍らで、まあ、自作 PC とか、そんなものもいじり始めた。時代としてはちょうど、K62 とか、Pentium3 とか、そんなのが、こう、栄えてた時代から、ちょいちょいいじってますと。というところで、まあ、大学卒業して、まあ、上京してきたっていうような感じです。で、タイムライン的に、まあ、上京して就職、なんか、当時、まあ、富士通システムソリューションズという、まあ、富士通グループ系の SIR の会社さんがいましたと。で、ちょっと、まあ、いろんな経緯があって、今はこれ富士通に合併されたような、そんな会社です。で、まあ、OJP として、なんか、いろいろ、まあ、プログラム担当、Java とか C シャープとかを書いていたんですが、まあ、2007年の12月に、まあ、もともとなんかやる予定だったプロジェクトがあったんですけども、まあ、それがちょっと受注延伸で、なんか他のプロジェクトちょっと一旦手伝ってきてて、行って、なんか気がつけば、まあ、その会社辞めるまで約8年強ぐらいずっとそのプロジェクトをやってましたと。で、まあ、割とやってたのって、まあ、EC サイト、受注サイトを中心とした、まあ、もう一連のフロント、お客さんのなんかその対外的なフロント系のシステムのプロジェクトで、サーバーとしてはマックスで150台ぐらい。20ラックぐらいそれでもあったような、そんなプロジェクトをやってました。で、まあその中で、もともとはアプリで入ったんですけども、まあ、いろんな事情によりインフラをやるようになり、
で、まあ他にも運用だったりとか、まああと業務系の話とかもやらせてもらったりというところで、何でもやってましたというところで、割となんか技術的な話とかインフラ的な話っていうのは、私はこの辺が起点になって全部やっているようなところがあったりします。で、なんか下にまあテクニカルタームだけ上げると、なんかやっぱりまあ富士通なんで、その、プライマジーみたいな86サーバーあれば、ソラリス系みたいなサーバーもあったり、まあ、SS ストレージとしてエタノジーって言ったりみたいなやつ。で、これ、カッコネットアップって書いてあるんですけども、富士通の製品でエターナス NR シリーズっていうのがあるんですけども、それってネットアップの OEM だったりするんで、これ富士通のエターナスじゃねえかみたいなやつだったりするんですけども、中身まんまネットアップ、オンタップが動いてみたいな、そんなハードだったので、なんとなくちょっとしてたり。あと、まあ、なんかネットワーク系として、なんか、まあ、今はなきネットスクリーンとか、あと、まあ、ジュニパーに買われてしまったので、まあ、SSG シリーズ行ったり、ビッグ IP とか、アカマイとか、オラクルとか、SQL サーバーとか、なんか、一通り聞きそうなやつとか、お、ちょっと珍しいなみたいなやつまで、そんなのを触ってました。で、VMware やってたの、このプロジェクトって言ったら、まあ、割と晩年に、2014とか15とかの時代なんですかね、VCR の5.1がちょこっと入って、で、すぐに5.5にちょっと上げないといけないねっていうので上げて、みたいな。そんなのがちょっとあったので、VMware はでも全然構築とかには噛んでなかったので、まあ本当1ユーザー、本当 VM 立ってるねだけぐらいの、そんなポジションでした。まあこの間にちょっと会社ごちゃごちゃあって、なんか、まあやってること全然変わんないですけども、会社名だけ変わったりというところがいろいろあった末に、まあ2016年に、当時は富士通システムズソリューションズからイーストという会社になって、まあそこを辞めましたというところでございますと。で、まあ、ここからは多分、まあ、知ってる人は多いと思うんですが、2016年4月に、まあ、ヤフーに入りましたと。で、プライベートクラウドチームというところ、まあ、社内の本当にイアースのチームに入って、規模的には当時でも1万ハイパーバイザー、10万 VM とか、そんなレベルのクラウドをやっていました。プライベートクラウドチーム。で、主に、まあ、オープンスタック、KVM 環境の方を最初はちょっといじってた、うんたらかんたらやってたんですけども、まあ、これもなんか、紆余曲折というか、ちょっと担当つけないとね、みたいなところがいろいろありまして、VMware 周りの検証構築ということで、割と VMware がっつりやり始めたっていうのはこの時代からです。なんで、4年ぐらいですかね、かれこれ。ですね。で、あんまり VMware 単独でいじって、vCenter いじって VM を立てますっていうのは、実はほとんどやってなくて、大体基盤として VMware を使って、その上になんか VM を作ったり消したりするような基盤をかぶせてっていうようなのが、あそこの会社の使い方はほとんど。なので、大きかったのは、当時でいうとこの PCF、ピボタルクラウドファウンドリー。今だったら、単独アプリケーションサービスズ。あれが上にかぶさって、まあ、で、その下の VM を払い出したりとか、リソース払い出したりのところが VMware。まあ、そこのところの検証だったり、構築だったりっていうところ。ね、で、あと、まあ、もともとそのあったオープンスタック。あれもまあ、VM 払い出すところはオープンスタックがいろいろ管理してあって、実際の VM とか、リソースのところは VMware みたいなところ。で、当時動いてはいたバージョンがあったんですけども、まあ、5.5だったりもするので、6.0に上げないといけないねとか。で、もともとのそのオープンスタック。これって VM が出してるやつ。VMware インテグレーテッドオープンスタックではなくて、なんか要するにオープンソース版、コミュニティ版のオープンスタックに、やるのがちょっとまあ社内連携とか、社内用に改造を加えたものをかぶせてみたいな形だったので、で、ちょっとそこの中もいろいろごちゃごちゃあったので、まあその辺を見直しとかしながら、まあで、台数増やしたり、クラスター増やしたりっていうのをやってましたというところですと。で、まああとはまあそんなのを1年、2年ぐらいやっているうちに、まあ2018年に、仮想インフラ部隊、VMAG の方を発散か。で、2019年に、3月に VXWAT を始めていただきましたと。というところ。で、2019年の10月に Yahoo を辞めましたみたいな話。まあ、このあたりはもうちょっとなんか、ブログとかにちょこっと書いてたり書いてなかったりするので、まあ、見たことある人は見たことあるかな。で、19年の11からインターネットイニシアティブで、まあ、なんかコンサルみたいなことをやっていますというような、そんなタイムラインですと。で、ちょっと引っ張り出してきたら懐かしいものがあったんで、まあ、このままですね。これ2018年の4月に初めて VXWAT
マグに参加したときに、まあ、LT テンプレートとして書いていたものだったので、ちょっとだけ貼って、みたいな。改めてみると、改めてみてどうこうではないですけど、最終的にで VSphere はここ、当時で400ハイパーバイザー 3000VM ぐらいで、私が辞めるときで確かハイパーバイザー700、800ぐらいのクラス。で、VNN はそんなにリニアには増えてないです。4、5000とかぐらいだった気がするんですけども、ちょっと数えてないのでわかんないな、みたいなところですと。で、いろいろ当時は部会を通じて、コミュニケーションとか、あと自動化ツール化みたいなところ掲げて頑張ってきて、やっぱり VMAG 入れてこの辺のところ、特にコミュニケーション周りとか、これ、つながりみたいなところっていうのは、今もこうして、Yahoo 辞めた身であってもこうやって参加して話させていただいてるので、ありがたいなと、いろいろ情報をやっぱキャッチアップできるところっていうのは強いなというところを改めて感じたなというところで、ちらっと資料として起こしただけです。はい。で、最後。で、ゲータン結局 VM は何知ってるのっていう話なんですけども、言うほど実は知らないと思ってます。で、VSphere 周り、VCenter とか ESXi で5.5から私辞めるときでギリギリ6.0、6.5、あ、5じゃない、7に上げないといけないねみたいな話はあったんですが、結局本番環境として構築運用してたのはこのバージョン。で、単独でいじるっていうのはゼロではなかったんですけども、そういうわけで、足す、PCF だったり、オープンスタックの裏側で動か、あ、裏側っていうか、裏側にそういった、PCF とかオープンスタックの裏側で VM は動かしてましたみたいなところだったりするので、ちょっと何かの基盤として動かす。で、こいつらの基盤として動かすって、イコール要素になんか API を叩いて、いろいろゴニョゴニョやってるみたいなところがかなりあるので、VSphere API 周り。なんで、ここだと PyVM とか GoVC とか書いてますけども、その辺経由でゴニョゴニョやってるのをなんとなく知ってたりするんで、その辺でツール、いろいろ、あと自動化とかでツール作ってどうこうっていうのをやってたっていうところですね。なんで、この辺はなんかちょっと知ってるような知らないような話が多い。で、6.5以降に関しては、そういう意味だと本番では使ったことないんで、ここから先は検証とか趣味レベルばっかりの話ですと。で、最近、何かと話題の Kubernetes っていうのは、VSphere と関係ないところでなんかやってるような、やってないようなっていう話がいろいろあるんで、なんか概念的には知ってますが、VSphere with Kubernetes とか、Tanzu とか、ああいうのはなんか、つながってるところは正直よくわかんないっていうような感じです。で、V さんは全然わかりません。導入も検証もしたことない。これ会社的な裏話じゃないですけど、なかなか当時の Yahoo のハードの買い方だと V さんってちょっと入れにくいところがどうしてもあって、ここ、裏話と思って聞いていただければいいんですけど、基本的にはこのハイパーバイザーって、なんかパッとハイパーバイザーまとめて買って、で、その中からこれを、これを、これをって振り分けていく形なんで、VMware で構成作るっていうパターンってあんまりないんですね。で、大体構成としてはなんか、SATA の SSE が1本載ってて、NVMe の、数テラクラスが1本載ってるみたいな形なんで、ボリュームがそのままいくと足りない。V3 って確か、まだ、なんでしょう。ツーティアというか、キャッシュと、なんだっけ、ボリュームと容量の方、キャパシティかの形になっているんですけども、その構成がちょっと取りにくい。一応、その SATA と NVMe に載ってんじゃんみたいなやつなんですけど、どうもやっぱちょっと、そうするとシステムディスクどうするんだとか、なんか USB 挿す運用ちょっと難しいよねみたいなところがあって、ちょっとディスク周りがどうしてもちょっと構成として合わないなというところがあって、検証すらちょっとなかなか難しかったなと。今なんかやってるような、やっていないような話もあるんですけども、ちょっとそういうところがあって、V3 本当はすごくやりたかったところがあったんですけど、難しかったなぁ。で、なんかどっかの噂で、そのシングルティアの話の V3 ってなんか開発中というか、なんかやってるみたいな話もあって、期待してるところはあるんですけども、まだまだちょっと音沙汰ないんで、いつ来るのかなというところがちょっとヨタ話。で、NSX 周り、検証だけはちょっといろいろやってました。本番運用は残念ながらやってないというところ。で、NSX-V の方って、DFW、だからディストリビューティッドファイアウォールの方か。マイクロセグメンテーションですね。あれの絡みの検証としてちょっと2、3ヶ月だけやっていた。で、マイクロセグメンテーションだけが欲しかったんで、VX1 は入れないみたいな、そういう形の検証をやってます。で、NSXT
時の方は、これは2.0とか2.1が多分動いてた時代、出た時代ですね。の時に、当時その、ピボタルの、あれ、なんだったっけ、名前、PKS、ピボタルクーバーネテスなんとかを、まあちょっと入れるか入れないかみたいな、まあちょっと検証してみようやっていうのが、まあ当時の社内であったので、まあそれの関係もあって、3、4ヶ月ほど PKS とセットで NSXT 作っていろいろ検証してましたというところで、たまになんてコンテナネットワーキングの時に私 NSXT は結構持ち上げることが多いんですけども、この時触ってみて、あ、結構動いてるなというところが非常に印象良かったので上がっています。ただまあ、もろもろ問題あって、残念ながら本番には至っていないというところですね。というところで、まあ、あとなんか VROps とか、あと VSR、VCR レプリケーションとかを、あとなんか個別にちょっとだけ動かしていたり、VROps とかは単純にまあ、リソースレポートとか作ってみたいなやつやってたんですけども、まあ、それをなんかチャットになんか統合するように、なんか外から API 叩いて、PDF 取得してとか、なんかそんなゴニョゴニョ、外側のものをやってたりもしました。ところですと。で、あと VCP の類は一切そんな感じで持っていなかったりします。受ければ受かるんか分からないんですけども、まあちょっと全体教育受講しないといけないのが、なかなか理由つけるのが難しいなというのが現状だったりするので、まあ、機会があればというか、会社からちょっとなんか、お金出たらなんか考えようかなみたいな、そんな後ろ向きな感じになっています。というところで。で、まあちょっとそんなヨタ話、おお、やばい、なんか結構話してしまったかな。というところで、まあ本題の方、イミュータブルインフラストラクチャーの話をちょっと、あ、こっちじゃない。で、まあ、改めて語ることもないかもしれないですけども、一応、まあ、イミュータブルインフラストラクチャーって何すかって、不変なインフラ。で、一度実行環境を構築したら、まあ、その後は変えない。変更する場合、まあ、なんかデプロイメントをする場合は、なんか古い環境を壊して、新しい環境を作りましょうというところで、だいたいまあ、結構昔から割とある言葉、2013年とか2014年に結構みんな言ってた言葉だったりして、なんですけども、まあ、最近そんな聞かないなというか、まあ、当然だよねみたいなものとしても定着していると思っていただきた方がいいかなと思います。というのも、まあ、クラウドネイティブとか、なんかコンテナとかにもうなんかジャストフィットするようなというか、それに基づくような考え方だったりするので、あまり聞かないというか、当然になってきたというのが最近の流れです。ですね。で、メタブルインフラストラクチャーって結局なんやねんみたいな話。まあ、簡単に破棄できること。まあ、簡単に破棄できるってっていうと、まあ、破棄して困んない。なんか、消えたら困るものを持たないこと。まあ、内部でそういうものを持たない。永続的なデータとか。そういうの持っちゃダメよと。消えたらちょっと大事なんで。で、あと、まあ、簡単に新規作成できること。まあ、この辺は、構築の、まあ、定義か。なんかそういう、YAML とかが入って定義しましょうとか。あと、まあ、それに従って自動化しましょうみたいな、そういうところの話ですと。で、まあ、これを繰り返していきますみたいな話が、基本的にはイミュータブルインフラストラクチャーの、まあ、基本というか、まあ、コアかなと思ってますと。で、まあ、これってまあ、本当にコンテナそのものなんですけども、別にこれってコンテナに限った話ではないよというところだけちょっと。まあ、これ ESXi を例に例えてみると、まあ、容易に破棄できる。内部で状態を持たないことって言うんですけども、ESXi における、まあ、状態、データって何ぞやみたいな話。大体この辺かなと。まあ OS の環境、まあ ESXi のバージョン、まあこれは特にあれかもしれないですけども、パッチ周りとかドライバ周りの話。で、まあ環境設定、OS 自体の設定ですね。なんでシステムパラメータとか、まあネットワークの IP 入れましたとか、そういう設定。まああと、プロセスというとちょっと語弊あるかもしれないですけども、まあ、どういう、VM が動いているかとか、VM のちょっとその電源の状態どうなっているかみたいな話。あとまあ、本当にガチのデータ。VMX とか VMDX とかの。VM 自体の何かですね。とか、あと VM 屋のログ。まあ、ログはちょっと次にも出てくるんで、ここに混ぜるかどうかあれなんですけども、あとログ。VM カーネルログとか、ホストデーとか、VPXA とか、ああいうログ。で、こいつらを持たない。内部に持たないって、それってどうするのって言ったら、まあ、基本的には適当な外部に置いてくださいという考え方ですと。で、こいつらをじゃあ、外に置きましょうみたいなこと、ちゃんと整理すると、ESXi って、まあ実はそういうのをちゃんとできますというところがあります。なんで、例えば OS 環境、パッチ周りとかドライバ周りについては、まあカスタムイメージとして、ちゃんと都度都度イメージ化しておく。環境設定周り。で、ホストプロファイルって結構使われている人
で、少ないのかなと。VSCI の中でもエンタープライズプラスでないと入ってない機能だった気がするんですけども、まあ、基本的に OS 周りの設定とか、あと、まあ、どのデータストアマウントしますとか、どの VDS にどのポートスイッチがうんたらかんたら繋がってますみたいな設定っていうのは全部ホストプロファイルに実は払い出しできるんで、まあ、ここに入れておけば基本的には大丈夫。とか、あと、まあ、このホストプロファイル使ってない場合にしても、デプロイツールとか、まあ、アンシブとかでなんかそういうのを設定全部入れて書いてしまえばいいのかな、みたいなところ。で、まあ、VM 自体の動向については、多分これは、まあ、ESXi でやるっていうよりは V センターでやってるだろう、みたいなところもあるんで、まあ、V センターになんか出てます。あと、データのところ。まあ、これもピンとくるとは思うんですけども、こういうのって大体、まあ、共有のストレージ、SAN だったり NFS だったり、まあ、V3 のデータストアに吐き出してますよね、というところ。で、あと、ログ周り。ログ周りは基本なんか、Syslog 転送をかけるとか、まあ、そこから先で Elasticsearch とか Splunk みたいなログのプラットフォームに流しますみたいなケースが多いかなと思ってます。あと、まあ、vRealize ログインサイトとか、使えた気がしますねというところですというところ。まあ、こういうのをちゃんと外出してやりましょうと。で、状態がちゃんと外に保持されていれば、まあ、構築って逆にこれらのデータを集めて復元するだけ。なんで、この辺って全部まあ、某ヤフーにいたときにやってたのがこういう作りの流れ、こういう流れの作り。なんで、カスタムイメージとか、都度都度準備しておいてというか、まあ、パッチとかドライバーなんか更新する必要がある場合は、カスタムイメージ作っておいてというところ。で、OS じゃあインストールし直しますという場合は、まあ、キックスタートとか使って、OS からインストールしてあげる。し直す感じのイメージですかね。まあ、ないし、使えるところはオートデプロイとかでもいけるのかな、みたいなもの。まあ、環境設定、OS 設定周りっていうのはホストプロファイルさえ払い出しておけば。あと、設定値自体はなんかそのカスタマイズ値。カスタマイズ値でいいんだったっけ、名前。まあ、カスタマイズ値とか、まあ、デプロイツール実行します、みたいなところ。で、まあ、ホストとかデータストアを、まあ、ホスト登録とか、データストアマウントし直すだけ、みたいなところでいけるかなと思うんで、このあたりがイメージつきやすいと思います。で、ログはこれ、まあ、ちゃんと外にきちっと保存されていれば、あえてその ESXi に戻す必要はないのかなというところがあるので、これはまあいちいち復元しなくてもいいでしょうというところですというところで、ちゃんとデータさえ外出し、保持すべき状態がきちっと外に出してあげれば、なんか戻すのこと自体ってそんなに難しくない。まあこういうなんか個々の結局戻す方法っていうのがあるんで、あとはまあそれを、スクリプト、まあ PowerCLI ないし、まあ Python とかなんかそういうやつでつなげるであるとか、あと、まあ、データプロイのツール。まあ、アンシブルとかなんかそういうのでつなげてあげるだけかなというところだったりしています。なんで、まあ、割とあそこに行った時代は、ハード壊れましたって言った場合は、細かい調査するというよりは、とりあえずハード外して、まあ、なんか、ハード、予備のサーバー入れ替えて、まあ、OS だけ、上がる状態に、まあ、なんでしょう。現地。データセンター側でやってもらって、あとはまあ、戻すときはホストプロファイラーで直して、それやれば、データストーンをマウントしてくれてっていうところで、ホストを追加して終わりみたいな、そういうケースが結構あったりするので、こういうやり方やってたなというところが、ありましたと。で、まあ、これコンテナに戻って考えてみると、コンテナだったりしても結局、コンテナ、レジストリにイメージ登録しますとか、ドッカーファイル使いますとか、で、コンテナ自体どうしてんの？みたいな、Kubernetes 管理してますみたいなところ。で、データ周りは、まあ、コンテナにどうこうじゃなくて、ちゃんとなんか、RDB とか、NoSQL とか、Queuing とか、なんかそういうところにちゃんと入れましょうみたいな、そういうのが基本的な基礎ですよねっていうところ。まあ、ログは同じようにどっかに転送しましょうみたいな、そんな話。で、これ、VM でも結局は同じような考え方。OS 環境はちゃんとイメージ。まあ、例えば、AWS だったら AMI イメージにしましょうとか、環境設定は、まあ、クラウドフォーメーションとかコードデプロイとか、あとは、まあ、テラフォームとかアンシブルとかツールみたいなもの。まあ、何らかのこう、マッチするような考え方っていうのが、基本的にどのプラットフォームでも全部あるようなイメージですね。まあ、ESXi だけあえて言えば、物理サーバーが絡んでくるので、ちょっとまあ、そこだけ重めだったりはするんですけれども、まあ、基本的な考えは、ただどのサーバーでも、入れ替えりゃ一緒やろうみたいなところがあったりしますというところ。というところで、イベタンプルインフラストラクチャーって結局まあそういう感じなのかなと。だったりするんですけども、まあ一方で新たにちょっと考慮する必要があることっていうのがありますよというところだけ。
まあこれ、適切な置き場って結局どこだみたいな。まあこれ、データストア、ちょっと VMA のあれと混在するんで、カタカナで書いてるんですけども、結局、そういう流度とか構成に応じたデータストアってちゃんと考えて選ばないといけないよというところだっけ。クラウドであれば結構マネージドサービスとして豊富にあったりするので、あったりするんですけど、オンプレの場合だったらちょっとまあなかなか、サービス立ち上げたりとかも大変だったりするなというところがあるんですが、まあそれでもやっぱり、適切な場所に置けるように考えていった方がいいよというところだけ。特にバックエンドのストレージ。まあ結局データを送るにしてもどっかのそのハードに置くことになるので、そこの選定のところで考えていく必要はありよと。まあローカルだったら、なんでサーバーのローカルディスクなんかそういうんだと、もう、SATA の SSD1 本、レードなしみたいな構成でも別に全然よくて。ただまあそういう、データを保管する場所っていうのは信頼性だったり、世代管理、集約、バックアップみたいなところ。まあそういうところをきちっと設計するとか、まあないし、集約できるんである程度メリット出てくるよね、みたいな話とかが実はちらほら考えられたりします。あとまあイーストウエストネットワーク。全部データストアとは結局ネットワークでつながるんで、交代機とか低延停止とかアクセス量みたいな話が出てきますというところで。この辺でシスコさんとかがよく言ってるスパインリーフネットワークみたいな。クロスネットワークとか、なんかそういう言い方したりするんですけども、ああいうネットワーク構成だったり、あとの分散ルーティング、MSX でよくありますよね。ESX 内の、T でいうとこの T1 ルーター、NSXT でいうとこの T1 ルーター、分散ルーターで折り返してあげる、みたいな構成とか。あと、まあ、そういうわけで、まあ、俗に言うその3層ネットワークみたいなところで、コアまで上がっていかないんで、じゃあマイクロセグメンテーション、サーバーレベルでとか、仮想スイッチレベルでちゃんとセグメンテーションをかけましょうみたいな、そういうところ、セキュリティ周り考える必要っていうのが新たに出てきますよというところっていうのがちょっと新しく、まあ、考えないといけないところだったりしますと。で、結局インフレタブルインフラストラクチャーって何ぞやみたいなところ、実行環境と状態の分離、まあ、これがほぼほぼ全てかなと思ってます。実行環境は、まあ、ただの計算リソース、まあ、CPU とメモリだけですと。で、データ、状態みたいなものは、ちゃんと流度とか構造を考えて、適切なデータストアに置いていきましょう。まあ、なので、イムータブルインフラストラクチャー始めるのって何すればいいの？みたいな話っていうのは、多分対象の、サーバーなり、まあ、コンテナはあえてじゃないですけども、サーバーとかアプリケーションの持っている、その状態、データみたいなものっていうのが何があるかなとか、どういうものがあるかなっていうのを整理から始める必要があるのかなと。多分ここが一番要かなというふうに思ってます。あと環境作成は、まあ状態さえちゃんと日々に分かれていれば集めて、それをデプロイツールでつなげてあげるだけですね。まあペット VS キャトルみたいな、家畜かペットかみたいな話。これもちょっと前に入りましたけども、まあ結局そういう話。で、あとはまあデータストアに合わせて全体ネットワークアーキテクチャとか、そういうのを考えていく必要はありますよというところ。まあバックエンドストレージ。まあなんでストレージっていうのはまあそういう意味だと、どうでもいいところと重要なところっていうのが分かれてくるんで、まあ、それに合わせて選定するとか、あとイーストウエストネットワークみたいな、あまり今まで考えなかったような帯域の出方がするんで、ちょっとそういうのを考慮する必要がありますみたいなところですというところで、まあ、インフラストラクチャー 言えない インフラストラクチャー、結局こう突き詰めていくと、この先ってそんなにクラウドネイブとか、アップモダナイゼーションの話、に割とすぐつながるかなみたいなところなので、ちょっとまあ、この辺に取り組もうみたいなとか、この辺取り組むにあたって何考えればいいんだろうみたいな話、考えたときって、おそらく多分そのデータの分離、アプリケーションとデータの分離とか、そのデータをどこに置くかみたいな、そういうところから考えるのが一番いいのかなと、一番確実なのかなというのが、ちょっとまあ今回この話、スライド作ってる中で改めて思ったような話だったりします。というところで、ちょっと大丈夫かな、時間。なんか、とか、あと、まあ、自動化と少し外れたような話になってしまいましたが、私としては、今日のお話は以上でございます。はい。はい、ありがとうございます。なんか、面白いですよね。ちょっと、私すごい気になったのは、入江さん、これ、オペレーターって、イミュータブルインフラストラクチャーの構成要素の一つなんですか？例えば、人間。人間、例えば、本私来はが、入らない方がいいんですよね。でもほら、例えばアンシブル使うにしても、なんかそれぞれね、YAML 書いたりとかしたりとかさ、で、
誰かが自動化するあの種を作らないといけないわけじゃないですか。それ入江さんみたいにキレッキレの人が頑張ってやれたらいいんだけど、あ、ヤフーやめちゃいましたとかって、じゃあ入江さんと同じスキルセットを持った人がちゃんと育っててくれないと、多分そのイミュータブルインフラストラクチャを回すためのコンポーネントとして人っていうのがいて、その人が特殊なスキルを持ってないといけないとなると、その人もイミュータブルインフラストラクチャのなんか大事な構成要素になっちゃうんじゃないかなと思ってちょっと聞いてたんですけど。まあスキルっていうのはどうしても必要にはなってくる話かなとは思いますが、あとは一方でその、まあ、話の中でちらっとあったんですけども、その秘伝のタレみたいなものをやめましょうみたいなところ、あのなんか構成とか定義とかっていうのは全部どこかに、記されている、でその記されているものをただ流すだけで物は作れるみたいなところっていうのが基本的なところで、まあその記されたものを実行するのって、まあ最初は人かもしれないですけど、最終的にはやっぱツールになっていくべきで、そうしておくと、まあなんか人が変わったとしても、まあそのツールの使い方さえ分かっておけば、その環境っていうのは誰でも作れるとか、その構成っていうのはここを見れば理解できるっていうような、結構あの思想的なところもあったりするので、あのまあ人、どうしても最初はそのスキルセットみたいなところとかっていうのは最低限必要にはなってくると思うんですけども、まあただあのそのスキルセットを持ってる人であれば、例えば少々入れ替わったとしても、なんか組織としてぐる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 回ったとしても、なんかまあ吊るさえ叩けばちゃんとした環境っていうのが作れるようになりますよっていうところがあるので、属人化とかそういうのからするとどん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 下がっていくかなというふうには思ってます。はい。はい、ありがとうございます。皆さんどうですか？なんか、ちょうど今の話なんですけど、私の前の環境も似たことをやってて、その人に依存をさせないっていう意味合いで、あのホストプロファイルをわざと使ったりしてましたね。うん、あの全部パワーシェルとかでできたりはするんですけども、なんかパワーシェル、パワーシェルやスクリプト作るにしても、あんま難しいことしないでパーツを人が叩けるのを小分けにしたりとかっていうこともしてたんですけども、なんか最後はできるだけ簡単なそういう機能があれば、なんかそれだけ使えば何か困ったら VMA に聞けるっていうことにするために、わざわざエンタープライズプラスのホストプロファイルを使ったりしてました。ホストプロファイルはそうですね、多分数台規模だったらメリット見出せないですけれども、数十台になってくるとないとやってられないなっていうような、そんな機能ですね本当に。ただあれ、なんか VCR6 までだったらちょっと GUI がとにかくどうしようもなかったんで、なんか苦労がいろいろあったんですけども、6号以降からはなんかファイルで確かインポートできるようになったみたいなのがあったんで、まあだいぶおすすめできるようになったんじゃないかなというところ、もしあの知らない方がいたら使ってみると多分いいかなと思いますが、ただちょっとハードと紐づいてるところの話もあったりするので、ホストプロファイル周りちょっと編集とかやろうとするとその辺なんか切り離さないといけないとか、そういう勘どころがあったりするので、ちょっと難しいところはあるんですけども、まあぜひぜひちょっと確認してみると面白いかなと思います。はい、さあいかがですか皆さん、大丈夫、山田さん何かいい、あ、いいですか。入江さんのお話、貴重なあのお話いただいてどうもありがとうございます。あのその今回取り組まれてたそのミュータブルインフラストラクチャーって VMware の、まあ、普段私もトレーニングをこうしてる中では、やっぱ VMware という会社はもうただ vSphere を売ってるだけではなくて、今はその SDDC っていうものにお客様のこうデータセットをしていくことで、まあその本当に属人的な部分をこう排除したりとか、なるべくこうトランザクションな作業っていうのをオートマティックにしていって、人間の管理者がこういかにこう時間をセーブしてこう本業のビジネスにこう集中できる環境にしていきましょうっていうスライドがやっぱすごく今多いんですね。なんでこんなに仮想化をこうたくさん使うかと。で、私が聞いてみたいのは、その実際にほとんどの作業っていうのをこう自動化してみたことによって、実際その現場っていうのは確かに時間が空いてビジネスに集中できるようになったかどうかとかですね、逆にこう新しいチャレンジとか課題っていうのはもし出たとしたらどういうものだったかっていうのを少し聞いてみたいんですけど、どうですか？
まあ、これ、取り組んだそもそものところが結局、私やる前の時点で規模的に百数十台だったのが、まあ、数百台とかの規模ででかくなるよっていうのをあらかじめ言われていて、まあ、そうなってくると、構築運用って多分回んないよねっていう変な脅しもあったところが正直でかいです。なので、まあ、これをやったから何か新しいことができるようになりましたかっていうよりも、これをやらないと多分僕たち運用で死んじゃうねみたいな、構築で死んじゃうねみたいな、そういう取り組み、ああ、まあ、脅しっていう部分があったりっていうのがあって。で、あと、まあ、VM は結局当時、その同社にいた時代って、詳しい人間ってやっぱりほとんどいなかったんですけども、まあ、やっぱりこういうツール周りとか、使える仕組み周りっていうのを共有することによって、まあ、やっぱり他の人にも透き通ってすごくやりやすい。なんか、細かいその、ところっていうのは、まあ、知らないといけないっていうのはあるとは思うんですけども、とりあえず作るにおいては、ここを叩くとか、ここを設定、なんか、まあ、定義として書いておくっていうだけで作ってっていうところができたんで、まあ、ある程度その、並列パラでできるようになったりするんで、いわばまあ、スピードの方ですかね。なんか、数ヶ月かかっていたものが、まあ、1ヶ月でできるようになりましたみたいな、そういうところで、まあ、なんとか構築回せたなと。まあ逆に言えば多分そこでスピードを短縮できたことによって、なんか他の人たちとか自分とかは、なんか別の作業とか別の仕事に取り組むことができたっていうところがあるとは思うんで、まあそういうところなのかなと。なので、まあちょっとこれをやったから新しい取り組みになったかって言われると厳しいんですが、多分これをやってなかったら他の仕事で僕たちは偉いことになっていたみたいなところの方が強いと思います。はい。はい、ありがとうございます。そうですね。それすごくよくわかりますね。余計なことに引っ張られると新しいことできないですもんね。そうですね。多分今日の自動化は全部そんな話になるとは思ってます。わ かりました。ありがとうございます。じゃあ、この流れで 言っちゃっていいですか？大丈夫ですかね？